またまた、季節感のない服で申し訳ございません。これ大きい写真出てるじゃないですか。あ、出てます。 ありがとうございます。ケータテンションです。はい、ソータです。星野ソータです。はい、3本目の動画なんですけど、はい、僕やまたネタを考えました。ありがとうございます、本当に、はい、これからネタが一切ない。じゃあ、ケンタさんに質問しますね。おう、はい、ケンタさん、生まれ変わったら何になりたいですか？生まれ変わったら、もう僕はね、もう答えはっきり出てるんですよ。それはちなみに人間じゃなくてもいいですよね。いいですよ、できるわけですか。全然いいですよ。俺、あれになりたいですね。何ですか？あの、貝。貝によるとね、悩みなさそうじゃないですか。悩みなさそう。でも、貝ってつまんないだろうけどね。いやいや、じゃなくて食べられちゃう恐れがあるじゃないですか。まあね、それだったら天敵のない生物の方がよくないですか？ピラミッドの違ってっていうのが。ピラミッドの一番てっぺん、例えば海の生物だとシャチとか。あ、なるほどね、うん、いやもう食われたら食われたらでいいかな。人間に生まれたいけど、人間はしがらみが多すぎて、ね、そうですね、その精神とか心理があるし、脳がでかいからいろいろ考えちゃうから悩みも出ますもんね、うん、まあ、楽しいですけどね、それゆえに、うん、実際僕も今絶賛悩み中だし、ね、だからその気持ちは分かるんですけどね。ソータさんは何？ちなみに僕が生まれ変わったらまた星野ソータをやりたいです。いや俺もそれはそうですよ、うん、だからまた同じ顔でもいいし、ソータさんはね、でしかも僕はまたバンドマンをやりたいですね、うん、やっぱり同じような人生をな、うん、で絶対これ思うのが、絶対男に生まれたいんです。女の子じゃなくて絶対男の子がいいんです。でも正直俺もそれはそう、男に生まれたい、もう一度、うん、まあ、まあ、ね、ビデオを録画する前にちょっと話してたじゃないですか。で、その時も確かに今は男女平等と歌われてますよ。だけど、でも世の中的に見たら、でもそこまでね、まあそれはね、なかなか難しいですよね、うん、本当の平等っていうのは、うん、だって、ね、世に結婚してる男女がいて、男の人が家庭にお金を入れるのが当たり前な感じじゃないですか、まあ、流れからそうですね、うん、女の方が働いてて入れてる人の方が絶対少ないですよね、圧倒的に。そうですね、うん、だから僕は男に生まれて自分の好きなことを精進したいと思うんですよ。そうですね、まあ基本的にはそうですよね。僕ってすっげー自分勝手なんですよ。そうは自分勝手なんですよ。そう思わないですよね、本当に。そうなの、うん、そうなんですよ。もう自分が一番やりたいことをしたい人。まあまあまあ、だからそれはね、まあ歌うのもそうですよね。だから例えば彼女ができたとしますよね、はい、でじゃあ、ミュージシャンって安定しないから、ただ今にやってよとか、子供のためにちゃんと安定してよっていうふうに言われても、いやいやいや無理無理無理って思っちゃうんですよ。なるほどね、うん、自分おか、あ、子供ができたり嫁さんができたりしたら、もう家庭一番に考えなきゃいけないじゃないですか。そりゃあまあね、彼女っていうか嫁さん優先、子供優先に生きなきゃいけないくなるじゃないですか。それは僕無理なんですよ。ああ、なるほどね、うんうん、夢を追いたい、追いたいですね、自分の好きなもの。まあね、男に生まれたからね、やっぱそういうのありますよね、うん、だから、すごいこと言いますよ、すごいこと言いますけど、こんな僕でも好きになってくれる人いないかなって思っちゃう。いや、いるでしょ。いるでしょ。いやいや、そのルックスだったら。いやいや、それ俺が言ったら、お前何言ってんだよって言われるかもしれない。何かもしれませんよ。やめてください。そうだったらいいでしょ。やめてください、これアンチが怖いっすね。いやいや、同じこと言ったら多分一緒だな。俺1000人ぐらいチャンネル登録者入れたら、俺が言ったら。そんな感じです。いや、いるでしょ、音楽やってね、あれだし、モテるだろうしね。うん、まあそうなんですよね。だから、女性は大変ですよね。男が言うね、ここは一言みたいだけど、女性は大変でしょうね。だからね、女性がその安定を求める気持ちもわからんでもない、ね、まあそれはそうですよね、うんうん、そういう、それはだから結婚は正直好きだけじゃね、なかなか厳しいとか、ね、しかも女の子が一人で食ってくって、一人暮らしして食ってくって、やっぱり大変じゃないですか。大変ですよ。大変じゃないですか。だから俺すごい尊敬するもん、女性でやっぱりそういう感じの、うん、僕も尊敬します。一人でやってるってすごいかっこいいなと思うね、はい、うん、なんだ、よく言う、結婚しない女性とかって30代40代になった女性、独身女性とか負け組扱いするじゃないですか、世間的には。ああ、するね。いや、
いやすごくないって思うんですよ。すごいですよ、うん、それだってやっぱり男性ね、男女平等って言ってもやっぱりそのなんだろう、体力も差があるし、うん、まあ女性もちろん強い人は強いけども、うん、やっぱその働くね、例えばじゃあね、女性がもちろん最近いろいろ女性でもなんか飛び職人やってる人もいるし、うん、います、ね、まあ、もちろんあれだけど、それでもそれ一部のマイノリティじゃない、本当に少数じゃないですか、うん、だからやっぱり体力とかも違うし、男女で全然多分本当にもう、まあ、同じ生物だけど違うから、うん、それでやっぱりなんていうの、女性一人やってるっていうのもすごいなって、強いですよね、子供育てて、ね、うん、ね、生活してっていうと、俺はもうすごい尊敬しちゃう、します、します、俺はもう女性はそのリスペクトしてるんで、すごいと思う、はい、だいたい家事なんて、あれ時給に換算してか仕事にしたら相当もらってもいいのよそれ、うん、でよくなんかすごいなんか家事とかどうこうにプーブー言ってるあの何も手伝わないあの親父、うん、会社もいるんだけど、お前じゃあ奥さんなんかもうそれ家事じゃお前がそれ逆に全部やったらできんのかよってそれ思いますね。僕なんかずっと一人暮らしだから、まあ、家事の大変さとかねえ、そうですね、わかります、わかります、女性の気持ちは大きく分かる気持ちはすごい強いですよ、うん、一人だとね、だからどんなに体の具合が悪くても洗濯しなきゃいけない、掃除しなきゃいけないとか、ね、食器だって自分が片付けなきゃ、ずっと治療からしたし、うん、だから家事をやる主婦の方も俺は尊敬する。すごいですよね。だから僕はもし結婚したりしたとしますよね、仮に、うん、そしたら絶対手伝いますよ。俺も絶対手伝う、絶対手伝いますよ。だからそうだ、ね、どっちが上とかじゃないんですよ、平等で本日持たれつみたいな感じですよね、うん、家事は女の仕事だみたいな感じのやついるけど、それで俺ね、俺の知り合いでね、共働きしてて奥さん働いてて、はい、夫も働いてて、でも家事は全部女性に任せてるんで、あいつマジ何にもしてみたいなこと言ったやつがいて、いやいやお前奥さんも働いて金稼いでるし、まあ、お前働いてないかもしれないけど、お前家事完全に任せてきて、あいつマジ何をしてんって、お前どんだけ自分勝ったのお前それっつって半分攻めてやってそれ言ってたらまだわかるけど、何にもやんないくせに、女の仕事でしょかしらって言うから、いやそんな時代もうとっくに終わってるんだよっつって、だから俺自分の親父嫌いだったんですよ。あ、自分の親父がその、まあ、働きには言ってましたよ、働きには言ってましたけど、家のことはまるっきり、あ、うちの親父と同じだ、でもうあの何ですかね、説明がないんですよ、ティッシュ新聞みたいな感じだった。あ、うちの親父の同じだ。超ムカつくから、俺それを聞くとお母さんかわいそうだったから、わざと新聞遠い遠く投げちゃったりとか、ティッシュを飲んだよ、ティッシュを飲んだよ、うちの親父と同じだ、欲しいんだったらティッシュくださいだろっていうふうに喧嘩売ってましたね俺。だからお母さんが死んでから結局あのどこに何が入ってたかもう全然把握しなかったし、自分で全然でやってないから、ね、でしかも録画数できないんですよ、予約の日はできなかったんですよ、うちの親父全部おかん任せだったから。で、たまに忙しくて忘れちゃう時とかあるじゃないですか、録画予約し忘れちゃった時とか、そしたら自分がやり方知らないくせに頼んだだけのくせに超怒り狂う。ああ、うちの親父ともほんと同じそっくり大嫌いですね。俺もそれがすごい腹立って、うん、いやお前、うちの母ちゃんも正直親父よりか労働時間長いんですよ、うん、で、そんでたまにご飯が遅くなってすると、なんであいつ買ってこれるまだおっせえな、飯も6人どうとかこうとかしてって言うから、いいよお前同じ時間以上働いてんだ、おめえは作れよ、相撲稼いだからだったら、だって働いてんだからだって、別に遊びに行ってね、夜遊びしてるわけじゃないんだから、いやだって女の仕事ってねえからどうぞこうとかって言うから、じゃあゆとり持てるくらい稼いでこいよお前は、よそうですよね、それが亭主関白の姿なんですかね、はい、昔で言う、うーん、僕にはちょっと俺も理解ができないですね、そこら辺の直性だから、あれですよ、そういうのを見て反面教師にしたらいいんですよ。そう、俺はそう、うん、そう、僕はそういうふうにしてます。だから、自分が彼女できたり嫁さん持ったりしたら、やっぱ、まあ、あんな親父にはならないですよ。絶対俺こそあんな親父に絶対ならないの。だから俺アパート同棲してる時は、まあ、逆に俺がほぼほぼ母ちゃんやったからあれだけど、やりたくなっちゃうね、うん、女の子は助けないなっちゃう、その代わり何もやらなくなっちゃった時は違うやりすぎちゃってでもね、女の人に言われたらどういう人生を歩むんだろう、もし俺が次生まれ変わって女になって、ソウタさんが生まれ変わって女になってさ、どういう僕がもし女の子になったら、多分今みたいに好きなことをやれる意思とか野望を強く持てないと思いますね、うん、やっぱり自分が生きていく
ことが最優先になっちゃって、うん、安定求めちゃうのしょうがないと思いますよ、うん、やっぱ経済力がある男性と結婚とか、ね、それはあれですよ、もちろん経済力が一番で、まあ、当然心だって大事だと思いますけど、やっぱりその優先順位として経済力が上がってきちゃうのしょうがないんじゃないかって思うんですよね。まあね、はい、だから俺もね、今別に付き合ってないけど、なんかハニーハニー言ってる関係の子がいるじゃないですか、うんうんうん、結局俺との結婚は考えてないみたいな、うん、まあ一緒にいて楽しいし、なんだろう、会いたいし予定も全部開けるんだけど、うん、だ結局そのなんだろう、将来は考えてないみたいな感じなんですよね、うん、あっちがね。じゃあそこはあれですよ、ケントさんがここから努力して、どうなんですかね、なんかあっちが思うに、うん、その要は愛をなんだろう、愛し合って愛を追求した結婚はなんかなんだろう、求めてないんですね。結婚は結婚は結婚、じゃあその生活安定のとか、あと逆に愛でその結婚すると、うん、なんかそのお互い片っぽがその目移りして、例えば浮気みたいなのあるんですか、うん、そうすると一気に全部崩れて、まあ、子供にももちろん影響出るし、うん、そのすごい恋愛って難しいじゃないですか、やっぱりあのなかなか綺麗事だけじゃいかない部分がやっぱあるじゃないですか、うん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 、だから結婚は私はその家族みたいな人としようと思ってるみたいな、その家族みたいな関係で恋愛感情がある人じゃなくて、その家族みたいな感じの、だからそのエッチとかもしないかもしれない、その結婚する人とは、その代わり彼氏が欲しいみたいな、彼氏じゃないけど恋愛は他に求めるみたいな、でそういう人が周りにいるんですって、なんかそういう感じなので、ああ別に、好きなことしていいよ、確かに俺の周りもいるんですよ、うん、その結婚してて、うん、まあ、お互い一番が一応愛はあるんだけど、うん、なんだろう、恋愛の愛じゃなくて、うん、その家族愛みたいな愛、うん、でその代わり奥さんもその旦那もお互い好きなっていうか、まあ、その気に入った 女子とか男子がいたらエッチしてもいいよみたいな、その代わり私のところ戻ってきてね、俺のところ戻ってきてるみたいな感じの入るところが、そうです、ここに最終的にここに帰ってきたら何してもいいよって、そうです、そうすればその形っていうか、その家族って崩れないでしょっていう感じなんですって、うん、ただ、まあ、やっぱ人間だから絶対パンバッと前に食べたらご飯食べたくなるしみたいな感じで、でこんだけ男女がいれば目移りもするし、あの子抱きてとか、あの男に抱かれたりとかある、俺は分かんないよ、俺は分かんない、も正直それなんじゃ分かんないけど、わけわけ俺確かに俺の周りにもいるんですよ、それ、うん、でちなみに今日はその会社の飲み会があって、そこにその人来るんですけど、うん、その人はだから要は奥さんから浮気全然してもいいよみたいな、その代わり私のところに持ってきてくればいいよみたいな感じなんですよ、だそういう感じを俺の今のハニーちゃんも求めてて、だからそのなんていうの、結婚は違う人とするかもしれないけど、いや恋は、うん、そうだから例えば、うん、俺でもあいなん結婚したりとか、ね、お前が彼氏来たら俺は、まあ、退くよっていうこと言ったら、いや別に退く必要ないよ、彼氏は彼氏は私につくかもしれないけど、いやケント君はケント君で関係続ければいいでしょみたいな、俺そんな俺はそんな器用じゃないよ、俺はあんたそれできるかもしれないけど、俺にはできないそれは、でそしたらそれで終わるしかないっていう感じだから、すげえ今ね、なんだろう、毎日なんかもうモヤモヤしてるんですよね、俺は好きだし一緒にいたいし、うん、ね、俺は正直もう一回好きになったら周り読めなくなっちゃうタイプだから、わかります、だからすごいね、複雑なんですよね、好きだし一緒にいるのは楽しいんだけども、やっぱ一緒にいると今度そういう風に言われてるから終わりを見ちゃうんですよね、うん、いつかこれ終わるんだなって、あ、うん、この今の幸せな状態もまあもしかしたら明日終わるかもしれないし、うん、相手がねその結婚相手の話につけて終わるかもしれないし、まあわかんない、それが1年後なのか明日なのかわかんないじゃないですか、会うたびに不安になるんですよね、怖いですね、いつ終わるかわかんない、なんか本当にもういつ崩れるかわかんない橋渡ってるみたいな感じで、だから楽しいし幸せなんだけど、なんかその反面すごいなんだろう、辛いっていうか複雑なんですよね、でも正直会わないことってできなくて、自分の中で今一緒にいないのが厳しいっていうか、そっちの方が嫌だから、だからもう正直結末見るまではもう今を一緒にいる今を楽しむしかないのかなっていう今結論に出ちゃってて、今なんか中ぶらりんな関係になってるんですよね、よくわかりました、じゃあちょっと録画止めてこれ語り合いましょう、そうしましょう、そうしましょう、ちょっと視聴者の様には申し訳ないですけどね、はい、いやほんとやだ今、はい、ちょうど15分になったんで、はい、うん、転がっていこうぜ転がっていこうぜ、またお会いしましょう。